留学生が島根の食に触れました。安来市が全国有数の産地である土壌を食べてもらい、食文化に親しんでもらおうという催しが松江市の島根大学で開かれました。この催しは留学生に県内の食文化に親しんでもらおうと島根大学が初めて企画し、今日は中国と韓国の留学生など合わせて6人が参加しました。すごく骨が柔らかい、養殖の土壌は骨が柔らかくって食べやすいっていうのが。留学生たちはまず安来市で土壌の佃煮を作っている石田正美さんから、安来産の土壌は骨が柔らかいのが特徴であるとか、安来に来れば安来節も楽しむことができるなどと説明を受けました。そして留学生たちは石田さんが用意した土壌の佃煮を試食しました。母国の食べ方とは違う甘辛い味付けに驚きながら味わっていました。この生の土壌ですか。骨がもっとちょっと硬いと思ったんですけど、硬くなくて食べやすいと思います。私の実家の土壌はちょっと辛くて塩の味ですが、日本はちょっと甘い感じですね。でも美味しかったです。もっと島根県内、もちろん外の方にも食べていただきたいと思ってるんですけど、先入観で食べないのはもったいない食材だなと思っているので、食べる機会があれば食べてみていただきたいなと思います。